里崎チャンネル。こんにちは。こんにちは。いやちょっと、ま、いつも気になるところなんですけど、ま、プロ野球選手ってまあまあ年俸とか明らかにされてて、なんかこう何に使ってるのかな、どう使ってるのかなって、なんかちょっとこう懐事情みたいなものをやっぱ気になるんですよね。お金ですか？あーこうやって言わない、今お金って言わないようにしたのにっていうね、上品に。お金ですか？お金です。気になりますか、はい、皆さん気になります。まあね、はい、でも僕、うん、あの一番最初じゃあ契約金からいきます。あ、いいですね。契約金どうなるのか、はい、まあ、契約金僕はその当時の最高年俸額の1億円、はい、プラス出来高5000万、はい、で年俸は1300万だったんですよ、はい、でこの1億円の年俸は2回に分けて振り込まれます。へー、だから10月にドラフト会議がありますけど、はい、あの年内に厳選、まず厳選引かれるすからで、そうですね、まず丸々もらえないんですよ。え、契約金も厳選とかあるんですね。だって所得すもん、税金もあるってことですか、ね、はい、はー、まず厳選で、はい、あの2000万引かれます。契約金1億なのに、はい、2000万持ってかるんですか、はい、はい、で、うん、あの12月だから年末までに、はい、まず4000万振り込まれます、はい、で、うん、年明け、はい、4000万振り込まれるんですよ、はい、でこれは何でかっていうと所得の税率を下げるっていう、所得税の、はい、あのもらう額によって税率が変わるんで、はい、あの いきなりポンって、うん、まあ、1億円の源泉2000万で8000万もらうより、はい、4000万ずつ振り込まれた方が、はい、まあ、節税対策ですよね、うん、で球団もしてくれて、だから年内に4000万、年明けに4000万振り込まれるんですよ、はい、いや4000万なんて、まあ、見たことない額じゃないですか。見たことないですけど、はい、あの通帳に振り込まれてるだけなん で、はい、で僕もあのほぼ見たことないです、その通帳は。家にあげたんで。記帳しませんでした？いやいや、あの徳島の多分銀行に入ってるんですけど、あ、そうなんですか、まあ、あの親にあげた感じになってるんで、はい、今分かんないです、いくらあるかも。使ってないんですかそれ。最初僕自分の欲しいやつだけ使いました、1回だけ車だけ買いました、はい、一番最初。あ、じゃあ契約金で車、契約金でね、はい、あのベンツの S500 を張り切って買いました、一番最初。おお、私車1300万ぐらいかも分かんないですけど、23歳の年に入団して、はい、もう20年経ちますけど、はい、新人の時に買った車が一番高いです。へえ、今まで全部乗ってるやつの中で。そうなんですね。もう僕はもう一番最初にいいもの買えっていう主義なんですよ。はい、で、うん、いいものも知ったら、うん、値段安くてもいいものが分かるっていう。あ、でそしたら、あ、ここまで払わなくてもこれいいんちゃうかみたいな感じになってて、はい、うんうん、車も何台だろう、6台ぐらいかな、うん、6台か7台ぐらい買ったんですけど、はい、あのその時の車が一番高いです。へえ、そんなもんなんだ、大学卒業してすぐの。はい、あの柳瀬に買い物行ったんですよ、はい、ベンツ、はい、でその時の担当の人と今も担当なんですけど、あのサンダルに短パン T シャツ、はい、あのポール・スミスの紫のリュックをかけて、はいはい、あの行きました。覚えてるんですね。そわそわしないんですか、ベンツだベンツだ、ちょっと買っちゃう。全然しないですけど、あの店の人からは、はい、こいつがそんなん買えんやろう雰囲気だったらしいです。あ、知らないじゃないですか、はい、そんな新人の僕のプロ野球選手なんで、しかも東京でね、はいはい、確かに、はい、そしたら一括でみたいな、はい、だからその柳瀬に行って他のとこも行ったんですよ、はい、そう、うん、他のところは最初見積もり出してもらうのに、はい、上様って書いてたんですよ、はい、最初名前上様っていう、はい、だから僕の名前知らないからね、はいはい、言ってないから、うん、で途中で話してて、やプロ野球選手なんですよしたら、そっこ見積もりが里崎になってたんですよ。この身の代わりなんやねんと思って僕あんまそういうのが好きじゃないんですよ、はい、そういうのが、はいはい、で、うん、柳瀬行ったら、はい、最初から里崎になってて言ってないのに、はい、でその1日で回ったから、はい、あれ、あっちあれだったのに、やっぱ違うなみたいな感じで、でそこで買って、はい、だったそれは。だあとはもう今いくらあるかもわかんないですけど、はい、あのね、銀行員の人が家に急に現れるらしいです、うん、なんで、あのなんでですか、もうだってニュースになるじゃないですか、はい、プロ野球入団契約金1億円みたいな、はい、うちの親が仕事行く時に、はい、車家の車庫から出す時に、なんかスーツ着た男の人が、はい、オライオライって急にやってたらしいですよ。急にっすよ、慣れ慣れしい、はい、オライ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 って、でこの人なんなんやろなと思いながら親の車立ちにしたら、はい、あの銀行員さんだったらしいっす、まあ、あのうちにちょっと預金してくださいみたいな、めっちゃ来たらしいっす。なるほど、だからまあね、知り合いの人とか前にいるから、その地元の銀行に分散して入れたらしいっすけど、うん、はい、
もうそれは今どうなってるか分かんないです。契約金大事になんかね自分の中に持っときそうですけど、いやいや契約金があると思ったら大間違い、こんなんはなくてもいいと思って頑張って稼げばいいと思ってたんで、1300万になって、1150になって、1100万になって、1000万になって、890万までいきましたからね。お、4年間で。あ、どんどん下がっていって、下がって、つって2003年からもうそっからもうダダ上がりです。おお。総額いくらかな、15億円ぐらいいったからぐらいです。15億円。ぐらいかもわかんないです。どうなんですか、それって。じゃあ分かりました、最高年俸いくらでしたか。いろいろ入れたら2億ぐらいいきましたね。おー、出来高とか、そういうの含めて、2億円もらうじゃないですか、はい、その2億円を1年でどう使ってるのかっていうのを聞きたいです。どう、なんかでも使っても使っても減らないんですよ。うーわー、なーって聞きました。羨ましい。まあ待ってください、2億円でも手取りは2億じゃないじゃないですか。そうですね、税金引かれますよね。はい、大体半分くらい持っていかれますよね。まあ、40% は持っていかれますね。40% 持っていかれます、はい、まあ、手取りまあ1億円、まあ、オーバーではありますけど、どうなんですか、どう使うんですか。これはもう僕に哲学があって、はい、現役中は引退後死ぬまで困らないように貯蓄するっていう、はい、じゃあそのじゃあ1億円まあ手取りだったと仮定します、うんうん、いくら貯金しますか。1億円手取りだったら、はい、まあ、4000万は貯金しますよね。ほー、でも1年で6000万手取りで使います。あ、1億円手取り、もう税金引かれて、税金引かれて1億円手取りだった。僕で442の法則っていう法則でやってきたんですよ。はい、442、これあれサッカーのフォーメーションじゃないですよ。はいはい、分かってます。だいたい1億円以上すると、まあ、経費とかいろいろ引かれて、まあ、全体的に4割ぐらいは税金でなくなるんですよ、はい、うん、4割税金、4割貯蓄、はい、2割使っていいっていう。だもし1億円だったら4000万税金、はい、4000万貯蓄、はい、2000万使うってことです。ほう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 、まあ、手取りで2000万使えたら十分ですもんね。そんなことないですよ、だって後輩とかめっちゃ連れていかなきゃいけないんで、一晩で何十万使うっていうのも普通にありえるんで、うん、いい世界だな。キャンプとか1回行ったら下手したら100万ぐらい使いますもんね。何に使うんだ、ごちそうでですか。はい、ごちそうしてあげるから、そのぐらい、ごちそうとか飲み代とか、うん、もしくはなんかゴルフ行ったりとか、はい、タクシー代、ね、ゴルフ行くときタクシーで行くじゃないですか、はい、タクシー代持ったりとかね、はい、っていうのが数いろいろになったらそれぐらいに行くときもありますね。へー、下手したらだって20人ぐらいでお金行こうぜっつって、はい、1人1万でも20万ですからね。はい、そうですね、はい、確かにそうですね、はい、いや 40% でも貯蓄してたら、お、これ今まあ全部で15億円って聞いたんで、はい、だいたい貯蓄がどのぐらいあるのかっていうのが なんとなく計算してわかりますね。だから外では羽振りよく、うん、はい、家では質素にっていうのでやってきたんですよ。へー、やっぱ外ではお金使わないと人がついてきてくれないじゃないですか、はい、だから外では羽振りいいですよ、うん、めっちゃ。でも家で一人出るときはもう超質素に、スーパー行ったら割引のやつ買って、へー、だって一緒じゃないですか、はい、物、はい、でもうね、下着はユニクロ、はい、もしくはアウトレットみたいな。めっちゃ高い高級パンツとか履かないんですか。誰も見ないんで。だから、うん、で買い物とかもそんなに行けないんで、はい、月1回は24時間絶対休みの時あるんですけど、はい、2回やったらいい方なんですよ、うん、あとは移動とかになってくるんで、はい、そんななかなかお金も使えないっていうのと、うん、っていうのもあります。へえ、いいな、たまるな。え、じゃあその車以外に、よし、じゃあ年俸ってちょっと下がってたわけじゃないですか最初、うんうん、上がってきて、よしこれは買えるなってなって、なんか贅沢品買ったものだった、まあ、時計じゃないですか。時計好きなんですか。うん、まあ、時計はいいもの買ったら一生もんやなと思ってたんで、うんうん、はい、これよくしてる、これハリー・ウィンストンの時計です。おー、ハリー・ウィンストン、はい、金額気になるな。これでも7、8ぐらい行ってたかも分かんないです。7ぐらい行ってたかも分かんない。 7? これ私時計詳しくなさすぎて分かんないです。これ70万ってことですか、うん、700万ってことですか。そうですね。おーぐらい行ってたかも分かんないです。これがですか。はい、これ700万するんですか。うん、ぐらいかも分かんないです。今ガーンってやりたいですね。日常的にお金使うことがほぼないんで、はい、だってマストで使うのコンビニですからね。遠征先とかコンビニってそうですね、うん、たまりますね。だから何気に、うん、独身だった場合、うん、使うことないんですよ、はい、行くところが少ないんで、うん、はい、でお金だから減らないって言ってるんですよ。使っても増えるっていう、その使う額もそんな多くないんで、うん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 、だあとはクールごとに服買いに行くぐらいですかね。
とかあんま使わないんですね。行ってコートでおーいいなって、うん、じゃあ買えますねって言ったら何十万ってまあまあまあいいかみたいな感じで買うぐらいで、うんうん、はい。でもよく言うのは引退した後結構大変って言いません？全然大変じゃないです。それは多分佐藤さんだからなんですよ。金銭感覚ってどうやったら崩れていくんですか？なんかよく言うのはその引退した後その現役時代ほど収入がない、はい、なのに金銭感覚が変わらないからちょっと良くなる。何に使うんですか逆に。僕逆に時計7、8本持ってるんですよ、はい、だからそれ全部合わせたらもう数千万ぐらいになるんですけど、あの、はい、でも僕引退してから1本も買ってないんですよ。へえ。もうあの現役時代は贅沢するけど、はい、引退したら贅沢しないって決めてたんですよ、はい、だから引退してから大きい買い物ってだからその車とかそういうの以外だと、はいはい、スーツとかちょっといいスーツーでもそれでも、まあ、そこ知れてますもんね。うんうんうん。だ単価で10万超えるもん、はい、多分買ってないと思うんですよ引退してから僕。へー、10万超えるもの、はい、買ってないと思うんです。私の方が買ってるな戻せるんですね普通に。全然戻せますね。へー。あと別に物欲そんなないんで、はい、今服とかもほぼ買わないんですよね、はい、あのアウトレットで行くぐらいです。木更津とか湿水のアウトレットよく行くんですけど、うんうんうん、そこでこれもアウトレットですからね。へえ、なんかこれ面白いマークですね。はい。あ、これポロなんだ。はい、そうです、はい、かわいいですね。とかで、はい、であと最近あの Z からポロシャツとか夏送られてくるんで、はい、それ年中着てたりとかなんか節約だなぁ。いやもうあとまあ子供も生まれて、はい、なんか服とかカッコつけてどっか行くっていうより動きやすくて汚れてもいい服になるんですよね。あ、なるほど。うんうんうん。で、まあ時計は別に今まで買ったやつがある、うん、で仕事行く上ではまあスーツとかねそういうのは買いますけど、うんうん、小遣い多分ね月3万から5万ですよ、はい、え、小遣い制なんですか？小遣い制じゃないですけど多分それぐらいしか個人的な趣味のやつね、はい、家族で使うお金は別ですよ、はい、僕一人が趣味として使う小遣いは多分3万から5万ですね。そう。何使うんですか？僕絶対使うやつがあるんですよ、はい、僕漫画の本が大好きなんで、はい、あのマガジン、はい、サンデー、はい、漫画娯楽、はい、この3つは絶対買うんですよ、はい、だからまあ1週間で1000円、はい、4000円は絶対使うんですよ、はい、あとまあゴルフ1回か2回行くかぐらいとか、うん、タバコも吸わない、吸わないし、うん、飲み屋とか行くわけでもないし、はい、夜もどっか出かけるわけでもないし、はい、うん、あの街出た時に、はい、コーヒー飲もうかなとか。へえ。それぐらいです。いや、どれだけ貯めるんですかお金。いや使うことがないんですよ。そう、欲しいものもないし、はい、特にもう現役時代で、はい、まあまあやり尽くしましたね欲しいものとかも。いいですね。もうそれがでも最高ですよね本当に。でもきっと引退してから結構困ってる、まあ、選手っていると思うんですよもちろん、うん、のアドバイスするとしたら、まあ、一番現役時代のうちに何をすればいいですか？貯蓄です。まあそうですよね、はい、はい、でも本当に高いのは時計とかあとコートとかダウンみたいな、はい、それでも今度じゃあ持ってきますね。あ、あの高いお願いします。はい、コート、現役時代に買ったコート、はい、ムートン的な、なんかワッサーみたいなやつえ、ムートン着てたんですか？はい、あるんですよそれ。わかりました、はい、それ持ってきます、ね、え、じゃあ冬場それ着てきてくださいよ。それ着てちょっと豪華になりますけど、はい、ここちょっとじゃあ、あの一回ゴージャス風でやりましょう。あ、いいですね。お互いめっちゃが、あの決めて、あ、じゃあ私も一番高いこと持ってますよ。じゃあ、はがまさん持ってるので一番高いの何なんですか？これはあのバッグ、うん、バッグですね。あのボーナスが入社して3年目ぐらいの時に入ったボーナスで、よし、じゃあちょっと買い物するかっつってハワイで、うん、買ったバッグですか、ね、張り切って、張り切って。今もあるんですか？今持ってますよ、大事に持ってますよ。じゃあいいですね。もう自分でやっぱ働いて稼いで買ったものってもうどうしてもあれですよね、やっぱもう愛着が湧くので、うん、なかなか使わないし大事に取ってある。でも記念になるからいいですよ、それはもう見たらね、はい、思い出しますもん本当に。僕の一番記念になるのは、はい、フレッシュオールスターで100万円もらったんですよ、はい、賞金で、はい、まだ給料安い時に、はい、でもこれお金のままだったら消えるから物に残そうっつってエルメス行ってボルゾン買いましたからね、はい、いくらで？だってでも20何万だったんですよ。で、まあ、100万でだって源泉行かれて入ってくるんで、はい、税金も払わなきゃいけないから、はい、でもそれ見るとあ、これ買ったやつだなって思います。へえ。まあ、そんなにね、豪遊しないタイプってことですね、はい、でもね、使うときは使って、うん、で、貯蓄するときは貯蓄する、はい、メリハリですよ。お金はメリハリです。